さあ、ノアさんがお会いしたい方、ゆかりのある方、憧れの方、対談していく企画でございます。今回は豆腐ビーツさんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。豆腐ビーツです。まあ、ファンの方ならもちろん楽曲でご存知という方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、でも出会いが意外だったというふうに伺っております。はい、何か起きたんですか？普通は何かこう、最近だったら、ね、SNS の DM だったりでコラボしましょうよとか、まあ、もちろん、何かしらの紹介があってとかありますけど、なんか非常にナチュラルなシチュエーションで出会ったというふうに伺っておりますけど、真相を伺ってもいいですか？あ、もう僕が答えちゃっていいんですか、それ？あ、もうぜひ。でも、あのね、あの道端で、あのナンパされましてね。僕はあの音楽やってるんです、ね、音楽やってるっていうか、まあ、その韓国とかにいてレッスンとか受けてて、まあ、多分日本に帰ってきてまだ事務所も全然決まってないぐらいのタイミングで、しかも僕その時あの今の奥さんと一緒にいて、多分そのなんかスーパーかなんかで買い物した帰りにもう完全に油断してる時にいきなりこんなノア君みたいな声かけられて、でどういうことみたいになって、ちょっととりあえずじゃ分かったから、ちょっとそのアカウントとかだけ後で DM とかちょうだいみたいな感じでその場ではまあ別れたんですけど、あのそれでまあ連絡取るのが始まったみたいなね感じでしたよね、最初ね。でも出会いはどの形でもどこからでもこうね、自分の方に手繰り寄せることができるんだぞっていう恒例かもしれません。まあ非常にレアなケースではありますが、そこからリリースの、ね、楽曲に至るっていうところまで発展していくわけですから、もちろんご自身の持ってる音楽性、出会う瞬間、それを逃さないパワー、そういうのも全部が合わさってってことかもしれません。それが、まあ、去年の夏頃ですね、タクシーフィーチャリング豆腐ビーツ、まあ、これにつながってということではあるんですけれども、ではじゃあ実際にトラックだったり、まあ、歌だったり、まあ、見た目もそうですけど備わってるな、でも作品になるとなったらまたちょっと構える姿勢というか、それは豆腐ビーツさん自身違いましたか？オファーがあった時どうでしたか？まあ、正直そのなんかノア君って僕と10個ぐらい年離れてるし、やっぱりこう若い人って若い人同士でやるのが一番いいと思うんですよ。まあ、僕ノア君からしたらおじさんなんで、なんかまあ呼ばれるとかつゆにも思ってなくて、ただなんかおじさんとして、なんかこうおじさんとしてアドバイスできることがあったらしたいなぐらいの感じだったんですよ、やっぱり。なんのが声かけてもらったんで、まあ、正直結構プレッシャーというかね、頑張んなきゃなみたいな、大滑りとかできないよなみたいな。逆にいい構えがあったんですね、はい、ここはしくっちゃいけないみたいな、はい、そうですね、やっぱりあのね、ノア君がすでにこうちゃんと雛形ができてる状態のもので、それをわざわざね声かけてくれたんで、これはとかは正直思いましたね。おじゃあ逆にタクシー、この曲で豆腐ビーツさんにやってもらいたい、はい、それはどういうところから、まあ、もともとねやってほしい、一緒にやりたいみたいなところがあったと思うんですけど、そうですね、はい、このタイミングでこれだっていうのはご本人は何かあったんですか？やっぱり本当もともとご一緒したいって気持ちが本当強くて、でこの曲自体実際にその以前にお聞かせしたこともあったりして、でまあ何でしょう、このタクシーを東京っぽくというか、もともと韓国で作った曲だったので、やっぱりそのソウルの背景だったりとか、そういうイメージが結構僕の中でも強かったんですけど、この曲をどうにかしてこう東京っぽくかっこよくっていう風に考えていて、やっぱあとラップのパートだったので、その中でも本当豆腐ビーツさんしかいないと思って、豆腐ビーツさんにオファーさせていただきました。フィーチャリングアーティストとして楽曲に向かうっていうのはまたね、トラックのプロデュースや、そうですね、ちょっと違うんですよね。曲で関わらないのってすごい珍しいんで、まあ、そういうのも込みで結構緊張しましたけど、そうですね、はい、でもあのバースにつながってるわけでございますよ、見事なコラボレーション。トラックメーカーってやっぱものすごくずっとアップデートし続けてるような印象もやっぱあるので、曲を作ったり、もちろんね、アーティストとしてやることは毎回あると思うんですけれども、どういうことで情報を入れていますか？まあ、僕はあれですかね、まあ、DJ やってるんで、まあ、今はもうコロナなんで、本当に全然現場出れてないですけど、やっぱりレコード屋さんのサイトをずっと見てるんで、まあ、それで新譜、別に DJ なくても買ったりするんで、DJ やる前からはそうですし、そこで普通に新しい音楽いっぱい買うっていうのは全然今もあるんで、まあ、あとそういうチャンネルっていうかっていうのは何個かあって、まあ、なんかこう情報がこう入ってくる
なんかメールマガジンじゃないですか、そういうのとかだったりとか、うん、あと DJ だけにプロモーションを送ってくれるサービスなんかも昔入ったりとかがあって、まあ、勝手にもうある程度は来るんで、はい、その中で自分で取捨選択していったり、あと最近はあんまりダンスミュージック聞くのもあれなんで、あのブラジルの昔の音楽とか探して聞いたりとか、うん、まあそういう感じでこうのんびり見てるっていう感じなんですけど、ノア君どうですか？そうですね、僕も結構なんだろう、それこそ、まあ、サブスクだったりのそういうあのその内で作られたプレイリストを、まあ、ひたすら本当にずっと聴きながら、この曲いいなと思ったアーティストさんをそこからもう超調べてったりとかっていう感じで、ジャンル問わずとにかくいろんな音楽聴こうとしてますね。あっという間に時が経っていくわという感じですね。あとでもこれちょっと本当インタビューでどうしてもこうノア君のファンに伝えたい話があるんですけど、もうどうもあのノア君初めて僕の事務所に来た時に、あのなんていうんですか、シナモンロールでっかい持ってきたんですよ、ジップロックに入れて。可愛くないですか？なんか実家に余ってたんでって言って、シナモンロール、ね、ああいうの買ってきたんじゃなくて、なんかコストコとかで売って10個ぐらい入ってでっかいシナモンロールのなんか2個ぐらいをジップロックに入れて持ってきてくれたんですよ。でこれでもう我が家でも奥さんとも可愛くないとか言ってめちゃくちゃ盛り上がったっていう話があっていつもあの父さんよくしていただいてるので、必ず遊びに行くときは、まあ、もちろんあとお話をずっとするので、お話しながら何かこう一緒に、はい、まあ、コーヒーだったりとかそういうのも常にこうやっぱりいやあのそうそうそう毎回持ってきてくれるんですよ。いや遊びに行く身としてやっぱり後輩でもそんなやついないですよ、ね、のこのなんか律儀さというかね。いやそうなんですよ、これを本当伝えたい世間の方々に、ノア君のこの優しさ。いやでも本当人柄ってこう僕は曲に出ると思うんで、なんかそういう意味ではなんか今後もなんかどういう曲を作っていってくれるのかすごい僕楽しみなんで、ノア君の作ったねプロデュースした曲とかもメジャーで聴けると嬉しいなとか思ったりしつつ、音から全部やった曲もそういうふうに言ってくださってます。いや本当もう感激ですね。さあでは今後の予定もねそれぞれあるとは思いますけれども、向かっていく、まあ、こんな時代や社会ではありますけれども、今こんなことをイメージして音楽に向かっているみたいなお話もちょっと伺えたらと思っております。ドーフィッシュさん、はい、まあ、今後の目標なんかもあります、今後のリリースなんかもあると思いますけども、はい、今どんな感じで今進んでいるところですか？まあ、新しい作品を、まあ、いつものことながらいっぱい作ってるんで、まあ、いろいろ並行して動いてるんで、まあ、なんかどれもいい形で出せたらいいなって、まあ、音楽自体はもうずっとね一生いいのが作れたらいいなっていう感じなんですけど、あと、まあ、僕は30もね超えたんで、ノア君もそうですけど、そういうこうちょっと後輩のミュージシャンにもねある程度なんかこうなんだろうな、こういい風にちょっとこう地ならしとかねしてあげれるようになったらいいなっていうような感じですかね。ノアさんどうですか？そうですね、僕は本当にあのジャンル問わず、もう言語も問わず幅広くいろんな音楽を作っていきたいなっていうのが今本当世界各国にいろんなファンの方がいるのもそうですし、何か本当にこう、まあ、今回メジャーデビューさせていただくという意味でも、まあ、本当に常にあのアップグレードしている自分をお見せできたのなと思っています。はい、ありがとうございます。ではですね、ここで最新作をトーフィッシュさんにちょっと聞いていただこう。マジですか？やったと思っておりまして、本当に知らなかった。これいやそうなんですよ、音源とかもらってないなと思ったんですよ今日対談あるのに。最後の最後にサプライズ企画みたいになってますけども、そうなんですよ、ここぐらいまで我慢してたんですよ。メールノア君からもらった時、明日お願いしますって時、音源ちょうだいよここにここに繋がってたんだっていう。今回8月22日にリリースするレッドゴーという曲です。
かトップラインと歌詞はノアさん。それはこの曲が好き。あ、そうですね。あ、これはこの曲。あの、アレンジャーさんと共感するんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。いいなぁ。めっちゃいいね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。曲のイントロダクションあたりで、もう OK みたいな。ドアハマのためで結構いいなみたいな。あ、めっちゃ嬉しい。お墨付きいただきました。いや嬉しいです、本当に。でこれからまたいろんなリリースを重ねてというね、2021年のノアさんの活動を改めて皆さんご注目いただきたいと思います。はい。ということで今回、トーフビーさんといろいろちょっと掘り下げた話から掘り出し物の話までいろいろ伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、本当に。